五所浦町役場五所浦町は、熊本県天草郡にあった町である。全町が離島の町で、五所浦島、横、浦島、牧島の友人島を含む、大小18の島から構成されていた。2006年3月27日に、本土市、牛深市、天草郡有明町、倉武町、洲本町、新和町、逸和町、天草町、河浦町と合併し、 天草市となった。平成9年に恐竜の化石が発見されたことを契機に、全島博物館構想を策定して、以来、太古のロマンが蘇る恐竜の島、五所浦を町の標語に掲げ、恐竜の島としてアピールするため、五章浦白亜紀資料館を設置し、恐竜をはじめとする多様な化石を展示するほか、様々なイベントや体験プログラムを行っている。 アンモナイトが展示されているアンモナイト館が存在する。八代市の西方、天草上島の南方の知らぬ控えの沖合に位置する。町の特産品はトラフグ、タイ、甘夏みかデコポン、タチウオミリンボシ教育面に力を入れており、第6回構造改革特別区域で教育特区として認定され、株式会社青山英語学院を設立母体とする。 広域通信制高校の有志国際高等学校が2005年4月に開校した。学校法人ア明社学院が運営する。五所浦町は全町離島であるのでアクセスは航路を利用する。各校から定期船が就航している。定期船の詳細。2021年1月10日閲覧その他、会場タクシーが利用できる。 町内の移動に五章裏タクシーが運行する乗り合いバスが利用できる。ありがとうございます。